Hello everyone, I'm Yuma Uchida. みなさんどうも、はじめましての方ははじめまして、二度目ましての方は二度目まして、久しぶりの方は久しぶり。さあ、というわけで、あ、ちょっと待って、まだ、ちょっと待って、まだね、ヤジロタクです。よろしくお願いします。だー、言いたくないのかと思った名前名前を言いに来ました。名前を言いに来ました。どうも、ヤジロタクです。よろしくお願いします。さあ、タクということで、本当に今日はありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当に、まあ、ユーマとの関係性というと、結構いろんな、自分の中でもいろいろあるんですけど、はいはいはい、今日はまあ、ウィズフレンズということで、友達として。友達として。友達として。大丈夫？大丈夫です。ラジオ、え、緊張してる。初めてです、ラジオ。ラジオパーソナリティ初めてですか？初めてなんです。優しくできてください。よろしくお願いします。嘘つけ。でもですね、タクとの出会いを振り返ると、うん、もう何年ぐらいになる？いや、まあ、なんか多分だけど、うん、多分、我々の声優歴、ユーマと僕は同期で、うん、そう、同期だね。同い年なので、うんうん、あの、声優歴引く半年ぐらいでちょうどいいんじゃない？早えな。出会い早えな。ぐらいじゃない？でも。でも、俺ね、それで、一個だけ覚えてるのは、一、うん、週間フレンズっていうアニメ作品があったんだけど、あの時、はいはい、あの、ガヤで、めちゃくちゃ覚えてる。そう、モブで参加させてもらって、ねうん、その時がね、多分俺、マジファーストだと思うんだよな。多分そうだと思う。マジファーストだよね。あれ多分2013年とか。そうね。14年 ?3 年もしかしたらね、放送されたのは14年かもしれない。あ、そうだよね。でね、収録時期も、年明ける前なのか後なのか、微妙なとこだったはず。うん、そうだよね、うん。いや、なんかそこが初めて会って、うん、あ、そこから、うん、まあ、やっぱあの、アイドルマスター、サイド M をきっかけに、ね、多分ラジオとかね、うん、そうね。やらせてもらえるようになって、うん、そこからが、やっぱり、もう、まあ、そうだね。タクトの歴史始まってる感じがするからね。そうね。長いよね、本当に。ね。もうあれ、もうだって8年とか、なんだろうね。そうだね。そんぐらいの時期だよね、ユーマの、まあ、今多分違う家だけど、うんうん、住んでた家の、うん、なんかシャワーが壊れたかなんかで、多分朝方だったと思うけど、ユーマから連絡が来て、別にあの、理由もなく、タク、シャワー借りていいの連絡が来て。めちゃくちゃ覚えてる？いや、今思い出したわ。言われて確かに行った。行かせてもらいましたって。で、何言ってんだろうと思って、こんな時間に。シャワーなんかあったんかなみたいな。うん、まあ、俺は別にいいよって言って、普通に本当にシャワー借りに来て、そうだ、なんか、しかもその時なんか、うん、お詫びの品みたいな感じで、うん、ごめん、ちょっと記憶が確かじゃないんだけど、うん、おぼろげなんだけど、うん、なんか、おまんじゅうみたいな。なんか、すごいちょっと。そう、なんか、たくごめんね、これ、とかって、なんかね、あったんですよ。髪をね。そんなの覚えてる。いや、そんなことではあったね、確かに。そんなあの時で家がね、うん、結構近かったから、ね。そうね。うん、時はね。だからそれが7、8年前ぐらいかな。懐かしいね。それやっぱり、なんて言うんでしょうね。すっごいひどいこと言いますけど、やられた側を覚えてるって。そう、なんか、そう。なんか、言われて、なんか、確かにってことはね、そうだったみたいな。大丈夫。君と